はい、皆さんこんにちは、時刻は1時を回りました。いかがお過ごしでしょうか。こちら FM ギノワンからお送りします、スポセンの時間となりました。ギノワン市内の方、天気の方は快晴です。で、気温の方もちょっと今日は高くて28度ぐらいですかね。ちょっと暑めなので、しっかりと外で活動している方はその水分補給の方しっかりと取って、まあ、健康管理の方を大切にしてください。はい、このスポセンのコーナー では、スポーツを温泉のように、温泉に浸かっているようにこうゆったりと語っていくという番組になっております。なので、まあゆったりといろんな曲を交えつつ、まあ私山崎の好きなスポーツニュースを取り上げていくという感じですかね。はい、まあ、今週1週間もいろいろな、まあ、スポーツがありましたね。まあ、テレビでやっていたスポーツといえば、まあ、侍ジャパンの、まあ、親善試合だったりとか、あとはサッカーですね。サッカーのオマーンですかね、との試合ですかね。サウジアラビア戦が、火曜日にあるので、まあ、それを想定した試合だったりとか、まあ、テレビではやってましたかね。まあ、あとは、まあ、今週といっても、まあ、今週、まあ、先週ですかね。まあ、日曜日には、あれ、南城市で、小橋マラソン、ハーフマラソンがありました。まあ、マラソンもね、まあ、徐々にこう、やっぱシーズンになってきて、まあ、もうちょっとで、もう1ヶ月切りましたか。那覇マラソン、もう来月に、の12月にありますね。で、最近 CM では、よく沖縄マラソン、2月の、に行われる沖縄マラソンの CM をよく見かけますから、やっぱりエントリーしてる方はやっぱりああいう CM とか見るとちょっと焦るんじゃないかなって思いますね。小橋マラソンの方、自分も出てみたんですよ、今年初めて。いやー、この坂がきついっていう話を聞いてたんですけども、まあ、坂よりも意外とですね、二大金井橋を降りてって、知念岬の方をぐるって回って、海野のあたりですかね。あの辺からゴールまでがだいたい4、5キロあるんですけども、もう平坦で何もなくて、もう、それが意外ときつかったですね。だから前半の坂の方は意外とその余裕持って走れたんですけども、後半の残り5キロぐらいがもうきつくてしんどくて、まあでも完走もできましたね。まあでも出場した人数も8000人ぐらい出場してたっていう話も聞いたんで、いやー本当に小橋マラソン人気の方がもう徐々に上がってきてるんではないかなと思いますね。南城市の方も、南城市になってからもう10周年という記念大会でもありましたし、やっぱりですね、小橋マラソンの T シャツの方が、またこれがかっこいいんですね。はい。那覇マラソンの方の T シャツの方も、もう確かデザインの方出たんじゃないかなって思うんですけどね。やっぱり那覇マラソン、小橋マラソン、沖縄マラソンの中で T シャツどこが一番かっこいいかなって言ったら、やっぱ小橋マラソンのあの竜がついてるところがやっぱかっこいいかなって思いますね。まあまあ、こんなようにまあゆったり、まあ話もそれつつ、いろいろ曲もお届けしていきたいかなと思っております。それではですね、オープニングの曲いきたいと思います。オープニングの曲はですね、まあ、中高野球部で中日ドラゴンズファンで、広角化のロックバンドのボーカルといえば、まあ、お気づきの方もいるんじゃないかと思うんですけども、アジアンカーフージェネレーションのゴッチですね。後藤正文さんが、このまあ、広角化でまあ、結構有名なんですよ。ゴッチのその、ツイッターフォローしてると、時々やっぱり、その、相撲の時期になると、まあ、この相撲に関するツイートも出てくるんですけども、まあ、もうちょっとで、あれですね、大相撲の11月場所が今日からかな、まあ、始まるんですけども、最近ではですね、高橋みなみさんの、これから何するっていう、こう、番組、ラジオ番組内でパーソナリティとして出演して、芸人の金星の西田さんと一緒に大相撲の11月場所について喋っていました。
まあ、そんな、まあ、ゴッチがいる、まあ、アジアンカンフージェネレーションという、こう、バンドはですね、2004年リリースしたソルファを、まあ、これ、ファンの中では名盤と言われてるんですけども、この2004年リリースされたソルファを、まあ、再レコーディング、今年してまして、で、11月30日にリリースされるということで、まあ、この、再レコーディングされたソルファの中に収録されているアジアンカンフージェネレーションの曲、まあ、シングルで、まあ、先に RERE っていう曲が出てるんですけど、まあ、その RERE をお届けしていこうかなと思います。アジアンカンフージェネレーションです。 RERE どうぞ。
はい、お届けしておりますスポ戦、引き続き、お聞きください。はい、続いてのコーナー行きたいと思います。続いてのコーナーは山ニュースランキング。はい、このコーナーはですね、私山崎が、気になった関心を持ったスポーツニュースを、ランキングなんですけども、ランキングではなくなってきていて、ピックアップしていくコーナーですね。はい、最初のニュースいきたいと思います。最初のニュースはこちらです。荒垣渚3人切り。はい、こちらのニュースは、今日のスポーツ日本からのニュースですね。はい、戦力外となった選手らを対象とした12球団合同トライアウトが12日甲子園球場で行われました。前ヤクルトの荒垣渚投手36歳ら1980年生まれの松坂世代が各球団の編成担当者にアピール。一つの時代を築いたかつての黄金世代が現役続行のチャンスを求めて力を振り絞り吉報を待つということで、こちらのニュースはですね、今現在その、シーズンの方がプロ野球の方終わりまして、春季トレーニングをしている選手もいますし、またですね、ドラフトも終わりましたから、ドラフトをもらった選手が、自分たちの例えば大学の選手だったら、自分たちのリーグで優勝を目指してさらに評価を高めようとしていたりとか、いろいろなこの秋のシーズン動きがあるんですよ。また FA を権を持っている選手が行使したりだとかあるんですけども、糸井選手だったりとか、そうですね、日ハムの楊大寛選手も FA 権行使しましたし、いろんな動きがこの秋シーズンあって、春のキャンプだったりとか、来年につなげていくっていう結構大切なシーズンなんですね、秋シーズンも。そんな秋シーズンの動きとして、この甲子園球場でこの戦力外となった選手らを対象とした12球団合同トライアウトがありました。でですね、このなんと球団合同トライアウトでは史上最多の1万2000人の観客が見に来たと。で、荒垣選手はですね、3人の打者と対戦したんですけども、1人目を138キロの直球で二塁ゴロで、続いての打者に対して140キロの直球で再びセカンドゴロに打ち取り、最後は、ソフトバンク時代に同僚だった金子選手を、セカンドライナーとして、三者凡退に仕留めたと。で、荒垣選手は、今回の3打者に対してですね、感想として、今日で終わってもいいようにマウンドに上がった。後悔のない投球ができた。ということで。またですね、この松坂世代ということで、それに関する、質問があって、それの、答えとしてですね、和田も帰ってきたし、杉内、大輔も来年はやってくれると思う。自分ももう一つ花を咲かせたいと、荒垣選手の言葉には黄金世代の意地が込められていたのではないかということで、この松坂世代、現在ですね、主な現役選手としてですね、先ほど言いましたソフトバンクの松坂大輔投手や、ソフトバンクの和田投手、日ハムの矢野健二外野手、広島の江草投手、巨人の杉内投手、巨人の村田内野手、元 DeNA ですね。で、あと DeNA の後藤内野手で、最近今シーズンですかね、復帰しました阪神の藤川投手で、ヤクルトの立山投手が、主なこの松坂世代なんですよね。あんまりですね、なんか松坂世代って言ってもパッと
思い浮かぶ人があんまりいなかったんですけども、結構いるんですね。まあ、他にも多くの選手いるんですけども、今回このスポーニチで取り上げられている選手は20選手ぐらいですかね、ほどが松坂世代の主な現役投手として挙げられております。まあ、松坂世代は1980年生まれなんで、もう36ですか。なかなかやっぱりこう現役としては厳しい年齢に入ってきたんではないかなと思うんですけども、まあ、このゴールドトライアウトにはですね、他にも松坂世代として DeNA の永田投手だったり、ヤクルトの先ほど言いました荒垣投手、また DeNA の久保投手で、巨人の加藤捕手ですね、元柴田農林高校の加藤ですねが、まあ参加していたところということで、まあこの後トライアウトが終わった後、まあ数日後には結果が出るんではないでしょうか。ぜひ荒垣投手、沖縄出身ですしね、頑張ってほしいですね。はい、続いてのニュースいきたいと思います。八村アメリカデビュー。はい、 こちらのニュースはですね、全米大学バスケットボール男子の2016年シーズンが11月11日に各地で開幕しました。宮城明星高校から NCAA 一部のゴンザカ大学に進学した八村塁選手18歳が、ユタバレー大学戦で、全米デビューを果たしました。ベンチから出て4分間プレーして、3リバウンドとフリースロー1本による1得点を記録。試合はゴンザカ大学が92対69で勝利、今季初戦を白星で飾りました。また昨年の全米招待で優勝したジョージ・ワシントン大でプレーを続けている渡辺裕太選手22歳はメリーランド大イースタンショア戦に先発出場、チーム2位の18得点を稼ぎ75対71での勝利に貢献しました。ということで、まあ、国内ででもね、B リーグ開幕しまして、こうバスケット人気がもう爆発しているんですけども、日本でも、こうアメリカでもですね、頑張ってる選手がいるんですよ。まあ、バスケットにあんまり関心のない方にはちょっと、この八村塁選手だったり、渡辺裕太選手っていうのは、あんまり聞き慣れない選手だと思うんですけども、ちょっと注目の選手なんで、ちょっと取り上げていきたいと思います。八村塁選手は富山県出身のバスケットボール選手で、身長は2メーター1センチ、体重は98キロ、父親はベナン人で、母親が日本人のハーフですね。ポジションはパワーフォワードとセンターをやっています。でですね、この八村塁選手なんですけども、この宮城の明星大学に行きまして、第44回全国高校学校バスケットボール選抜優勝大会では、決勝戦でゴール下を支配し32得点を挙げ明星高校の優勝に貢献、2年生の第45回大会においても2年連続優勝に貢献、第44回から、2大会連続でベスト5に選ばれる、また2015年夏に開催された第68回インターハイでは決勝で愛知県の桜岡高校を92対69で破り初優勝、ウィンターカップ2015年の男子決勝では34得点19リバウンドを記録し、明星が78対73で、土浦日大に逆転勝利で大会3連覇を達成したってい う、 こう立役者なんですけども、まあ、今のこの経歴から見てももう中学校時代からもうすごかったんですけども、もう高校では明星大学のもうセンターとしても大活躍で、まあ大活躍してこの3年生の時にゴンザカ大学入学することを決意するんですね。ですね、プレースタイルをもう少し詳しく話しますと、2メートル1センチという大柄な体格にもかかわらず走力がありスピードもある、パワーは現在の高校バスケット界ではトップクラス、まあ現在という、まあその高校時代ではもうトップクラスだったんですね。でシュートのうまさを持ち
シュートタッチが繊細。今後はシュートレンジを広げることが求められているということで、まあ、好きな選手はですね、ミルウォーキーバックスのジャバリ・バーカーとヤニス・アデントンボ、ニューヨークニックスのカメロ・アンソニー、そしてデンバー・ナゲッツのエマニュエル・ムディエイと答えているということで、まあ、これウィキペディア情報なんですけども、まあ、なぜ注目されているかということはですね、まあまあ今までのその日本のバスケットボールで NBL でまあ出場して活躍したのが一人だけしかいないんですね。まあその一人だけっていうのが誰かというとですね、まあ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 今はですね B リーグの栃木ブレックスに所属しております田臥選手ですね。こちら栃木ブレックスとはですね、この沖縄の琉球ゴールデンキングス12月10日11日と、まあ、2連戦を行うんですけども、両日とももうチケットは完売となっていることで、まあ、それぐらいなんでしょうね、田臥選手この NBL で活躍した唯一日本人として出場した選手としてまだ一人しかいないんですよね。なんでまあそういったこう唯一の NBL 選手ということでこの田臥選手注目されてるんですけども、まあ、それもあってこの12月10日11日の栃木ブレックス戦も両日とも開催ということになってるんですけども、まあ、結構田臥選手もう 年なんですね。もう30超えてますし、まあ、そういったことで、まあ、次の世代誰が次 NBL で活躍するんだっていうことでこの八村塁選手注目されてるんですね。またですね、八村塁選手がアメリカデビューしたというニュースだったんですけども、その前に渡辺雄太選手がですね、今大学3年生なんですけども、この全米デビューしてるんですね。でこの渡辺雄太選手についてもちょっと紹介していきたいと思います。渡辺雄太選手神奈川県出身でポジションはスウィングマンで、人生学園高校を卒業してジョージワシントン大学に今在学中ということで、両親はともに現役時代実業団チームに所属していました。で、姉も、W リーグ、まあ、つまり、日本の女子バスケットボールリーグのアイシンに所属していた元バスケットボール選手ということで、もうバスケットボール家族なんですね。でこの渡辺選手なんですけども、2010年に、人生学園高校に進学、1年時よりスターターとして全国大会に出場し、2011年および2012年に全国高校等学校バスケットボール選抜優勝大会で2年連続で準優勝して全国ベスト5に選出されているということで、なんでこの八村塁選手とこの渡辺雄太選手は、渡辺雄太選手が1年生の時に、あ、渡辺雄太選手が3年生の時に八村塁選手が1年生でいたっていうことで、まあまあ、一緒にその高校時代はもしかしたらこう何でしょう、すれ違ったりしてるかもしれませんね。まあ、このジョージワシントン大学に進学したんですけども、まあ、2013年3月に高校卒業して、9月から、まあ、向こうは秋なんでね、秋入学なんで、まあ、9月からこのジョージ・ワシントン大学入学を目指してこうコネチカット州のセント・トーマス・モアスクールに通い、このジョージ・ワシントン大学を入学を目指したと。でこのセント・トーマス・モアスクールっていうのはですね、大学進学のための準備学校、まあ、ちょっとあれですね、日本で言うと何でしょうね、予備校的なものですかね。まあ、そこでのスクールでプレーした2013年14年レギュラーシーズンは1試合平均13得点6リバウンド記録、ナショナルプレップチャンピオンシップ準優勝に貢献し、オールファーストチームに選抜。シーズン中の2014年2月にNCAA 一部のジョージ・ワシントン大学へ進学することが決定。日本生まれの選手が NCAA
の大学でプレーするのは渡辺選手で4人目ということで、でこの NCAA つまり全米のこのトップのこの大全米の大学のトップのまあなんですよ、そのリーグですかね、リーグでまあ出場してですね、そうデビュー戦では20分間の出場で8得点7リバウンド1ブロックを記録、年末にハワイで行われたダイヤモンドヘッドクラシックの決勝では逆転スリーポイントなど10得点4リバウンドの活躍で全米ランク11位のウィッチタ大を破っての優勝に貢献した。で2015年3月7日レギュラーシーズン最終戦のマサセッツ大戦でのシーズンハイの21得点を挙げました。でシーズン中頭角を現すにつれ注目度が高まり、ワシントンポスト、ニューヨークタイムズなどメディアに渡辺選手の特集記事が掲載。チームは NCAA トーナメントには出場進出できませんでしたが、3月17日に開幕したナショナルインディビジョントーナメント、全米招待トーナメントに出場し、1回戦で ACC に所属する強豪校ピッツバーグ大に対し33年ぶりとなる歴史的勝利を収める。2回戦でデンブル大に敗れ1年目のシーズンが終了しました。大学2年目の2015-16年シーズンも主力として試合に出場ということで、もうで今シーズンも先ほどのニュースでもありましたけども、そうですね、今シーズンが始まりまして、メリーランド大イースタンショア戦に先発出場してチーム2位の18得点を挙げ、まあ、勝利に貢献したということで今年もまあ注目されています。でですね、まあ、琉球ゴールデンキングスともちょっと縁というか対戦したことがありまして、8月にですねジョージワシントン大学の一員として日本代表や琉球ゴールデンキングスとの親善試合にも出場しました。渡辺裕太選手、まあ、今シーズン、まあ、3年生で、まあ、来シーズン4年生。進路がすごい気になりますね。日本に戻ってくるのか、はたまた NBL 日本人史上2人目となる NBL 選手として活躍するのか、気になるところです。はい。ということで、ちょっとアメリカのバスケット事情の話、等々をしていきましたんで、ちょっと洋楽をいきたいかと思います。このラッキーっていうね言葉が耳に染み込みます。この曲です。ダフトパンクでゲットラッキーです。どうぞ。
はい、引き続き、スポ戦、やっていきたいと思います。はい、続いてのコーナーはこちらです。オキスポ。はい、こちらのコーナーですね、沖縄のスポーツにこう焦点を当ててこうお話ししていくというもうシンプルなコーナーとなっております。はい、まず最初はこちらです。いやー、あれですね、宜野湾、まあ、つまりここ普天間なんですけど、普天間に住んでる方もこのニュース気になったんではないでしょうか。こちらです。那覇西普天間を振り切る。はい、こちらのニュースは、11月12日、昨日ですね、県総合運動公園陸上競技場で行われましたサッカーの第95回全国高校選手権大会の決勝戦ですね、はです。那覇西対普天間が行われました。結果は2対1で那覇西に軍配が上がりました。優勝は2年連続で15度目、那覇西は前半立て続けにゴールを決めます。まず10分、前半10分、フォワード、トーバルがヘディングシュートで先制、続く16分にミッドフィルダー上原が右足で決め、リードを広げました。普天間は後半2分、フォワードのトケチがヘディングで1点を返し、追い上げましたが、最後まで追いつくことはできませんでした。那覇西は12月30日に開幕する、全国選手権東京駒沢陸上競技場ほかに県代表として出場します。ということで、普天間高校惜しかったですね。後半に1点入れたんですけどね、夏の県総体決勝の再戦となりました。この県総体ってのはインターハイですね。インターハイの再戦となったこの那覇西対、普天間なんですけども、那覇西が再び制する形となりました。早い段階に先制し、主導権を握った那覇西が、後半開始直後に1点差に詰め寄り、勢いを強めた普天間を振り切ります。那覇西は高いボール支配率と細かいパスワークでスペースを作り、相手ゴールに迫りました。守備は高い位置でプレスをかけ、那覇西の19本のシュートに対して普天間のシュートを6本に抑えます。普天間は後半ゴールを決めますが、まあ、幾度も好機を作り相手を苦しめていくんですけども、マークが厳しく那覇西の攻守に阻まれる結果となりました。いやー、惜しいですね。普天間高校、こっからもう歩いて10分、20分の距離にある高校なんですけども、やはり普天間高校、まあ、このサッカーが最近本当有名で、まあ、有名というか強くなってきてまして、他にはボクシングだったりとか、いろんな競技、めきめきと力をつけてきてるんですけど、惜しくも2対1で敗れという結果で、ということで、まあ、来年頑張ってほしいですね。続いてのニュースいきたいと思います。続いてのニュースはこちらです。琉球ゴールデンキングス惜敗。はい、こちらのニュースはですね、先週行われました琉球ゴールデンキングス対大阪エベッセの試合の、11月6日の試合についてですね、この6日の試合、まあ、宜野湾市で行われたんですけども、まあ、残り1分から劇的な展開となりました。まあ、残り1分から大阪に2連続で3ポイントを決められ、逆転を許すと、最後まで諦めるわけにはいかないキングスは、ディフェンスからチャンスを得ます。試合時間残り3秒。近所の右レイアップが決まり、再び逆転に成功。ここで大阪タイムアウトを取ります。大勢のファンが固唾を飲んで見守る中、試合が再開されます。残り 0.9 秒、大阪の選手にタフシュート、ショットを決められ、逆転を許し、あと一歩追わず、惜敗。前日の11月5日に引き続き敗戦を喫したキングス。
B リーグの戦いが容易でないことをまざまざと感じさせてくれました。最後の最後で勝利は届きませんでしたが、昨日より強く、そして次の試合につながる気持ちの入ったプレーを表現することができたことはプラスな材料です。7勝7敗と勝率も5割となったキングス、ここからどう立て直していくのかに今後の育成性がかかっていると言えます。ということで、琉球ゴールデンキングス対大阪エベッセ、11月6日に日曜日に行われた試合の結果ですね、85対86で惜しくも大阪エベッセに敗れるという結果となってしまいました。まあ琉球ゴールデンキングスの方なんですけども、第4クォーターだけを見ますとですね、18対30と大阪エベッセに30得点を失われるという追い上げムードを作られた感じですかね。試合がね、どうしても最近ちょっと見に来てないのが悔しいんですけども、まあ、この最後 0.9 秒で大阪の選手はタフショットというのはちょっと聞かないワードですけども、タフショットっていうのはですね、こう相手にですね、こう、なんでしょう、ディフェンスに厳しくマークされて当たられるんですけども、こう、ひゅいっとこう、シュートを決めるという、なんでしょうね、まあ、旗から見れば苦し紛れのシュートにも見えるんですけども、こう、タフっていうのはもう、タフってこう、タイトっていうことですね。まあ、それの意味なんですけども、それ決められるっていうのは、この大阪ファンは、大阪エベッセファンは盛り上がったんではないでしょうかね。はい。まあ、次の試合はですね、ちょっと開くんですね。今日はちょっと試合の方ないんですけども、次の試合ですね、来月ですかね。あ、来月じゃないですね。来週となりますね。来週の11月19日、20日、土日ですね、名古屋ダイヤモンドドルフィンズと対戦となります。こちらの方愛知県の方なんでなかなか行くの厳しいですけども、まあ、その次のというかですね、20日が終わって11月23日水曜日が祝日なんで、その祝日に京都ハンナリーズと沖縄市体育館で7時から行いますので、ぜひぜひお時間ある方、土日はちょっと仕事があって行けてないんだよなっていう方、この祝日を使ってですね、この京都ハンナリーズ戦を見てみてはいかがでしょうか。現在琉球ゴールデンキングスはですね、リーグ内では4位となっております。ぜひそのまだそのシーズン始まったばかりとはいえですね、気の抜けない戦いが続いておりますので、お時間のある方ぜひお越しください。またですね、新しく選手契約を結びまして、レイショーン・テリー選手がですね、チームに合流いたしました。11月23日の京都戦より出場予定ということで、こちらレイショーン・テリー選手はですね、1984年生まれの、アメリカ出身で、身長2メートル2センチ、体重110キロの、まあ、ゴリゴリのフォワードで、ノースカロライナ大学を卒業しているということで、まあテリー選手のコメントではですね、琉球ゴールデンキングスの一員になれたことを嬉しく思います、自分の持てる全ての力を尽くしチームに貢献したいと思いますとコメントしております。で、キングスの方の球団コメントの方はですね、バスケットボールの名門大学ノースカロライナ大学出身で、 NBA よりドラフトされた経歴を持つ選手です。インサイド、アウトサイドのどこからでも得点を狙うことができるフォワードで、オフェンスに限らずディフェンスでは的確な対応を常にし、またリバウンドにも絡むなど、あらゆる面でチームに貢献する能力を備えています。対戦相手や試合状況に応じて異なる役割を果たし、チームの勝利に貢献することが期待されますというコメントが来ておりまして、まあ、このね、インサイド、アウトサイド、どっからの点を狙うことができるってことはですね、なかなかやっぱりちょっと点の得点率がちょっと琉球ゴールデンキングスなかなか伸びてないっていうところもあるのかもしれませんね。はい、ぜひレイショーン・テリー選手活躍を期待します。はい、ここでちょっと1曲挟みたいと思います。奇妙レンタロートラベルスイング楽団でオーシャンゼリーゼです。
どうぞ。はい、ということで、残り時間もわずかとなってきました。やっぱりですね、ちょっとバスケットボールの話をすると熱くなってしまうので、こう、オーシャンゼリーゼを聞くとですね、ちょっと心が落ち着くという感じですね。まあ、スポ戦、まあ、スポーツを温泉に使ってるような感じでゆったりと語るっていう番組なんですけども、ちょっと温度が高かったですね。はい、反省です。はい、そうですね、告知というか、いろいろ、スポーツが行われておりまして、ちょっと、いくつか紹介していきたいかなと思います。ですね、宜野湾市ではですね、第28回宜野湾車椅子マラソン大会が、12月11日日曜日午前10時に行われます。こちらはですね、全労祭カップ第28回宜野湾車椅子マラソン大会といいまして、まあ、大会を通して障害者に対する理解と連携を深め、身体障害者が希望と勇気を持ち、社会への参加意欲を喚起してもらうことが目的となっております。場所は、宜野湾海浜公園周辺で、競技はハーフマラソン 21.0975 キロと 3.5 キロマラソン、1.5 キロトリムマラソンが行われます。お問い合わせの方は、宜野湾車椅子マラソン大会実行委員事務局、電話0070-5272-7560となっております。はい。もう、第28回を迎える宜野湾車椅子マラソン大会なんですけども、この前の、前回大会の第27回宜野湾車椅子マラソン大会はですね、なんと2連覇をした、西田さんがですね、このハーフマラソン、ハーフマラソンで優勝、44分9秒で連覇したということで、今年はどうですかね、西田さん出てくれるでしょうか。もし出場するということになれば3連覇ということになりますね。はい、ぜひ西田さんにも注目してみてはいかがでしょうか。はい、他にもですね、琉球コラソン、沖縄のハンドボールのプロチーム琉球コラソンがですね、今日ですね、11月13日日曜日、沖縄県の浦添市民体育館で
2時からこの後ですね、トヨタ紡織九州と戦います。2016-17 年シーズンも琉球コラソン、半ば半分ほどを消化しまして、残り半分となっております。沖縄で大会をするものですね、残りですね、今日含めまして5回ですかねとなっておりますので、ぜひぜひお時間のある方、琉球コラソンの試合がこの後2時からトヨタ紡織九州と行われます。浦添市民体育館でぜひ行ってみてはいかがでしょうか。琉球コラソンはですね、今リーグで6位となっております。でトヨタ紡織九州は8位となっております。琉球コラソン、この試合に勝って勢いをつけていきたいですね。はい、もう一つお知らせがあります。2016年明治安田生命 J3 リーグ第29節最終節ですねが、今日11月13日、1時半オープンで15時キックオフとなっております。FC 琉球 VS、鳥取のチームですね、はい、が県総で行われますので、なんと女性は無料らしいですよ。ぜひぜひ行ってみてはいかがでしょうか。最終戦となっております。まあ、S 席でも一般は1800円となりますので、まあ、安い方じゃないですかね。はい、最終節 J3 琉球、FC 琉球試合を見に行ってはいかがでしょうか。3時からキックオフとなっております。はい、じゃあ、まあ今週はここまでということで、スポーツ戦いかがでしたでしょうか。最後にエンディング曲をかけたいかなと思います。エンディング曲はですね、最近車の CM でも使われてますね、曲が。で、ギターのタイキングさんがですね、の父親がなんとサッカー元日本代表の戸塚哲也選手、戸塚哲也さんということで、まあそれはあんまり関係ないんですけども、ちょっとウィキペディアで調べたら載ってたので、ちょっと紹介してみました。はい、エンディングはこちらです。サチモツでステイチューン。はい、今週もありがとうございました。皆さんごきげんよう。